さて今日は、財布のカードポケット、この部分なんですけど、32号と33号、同じなんですよね、全く。中段と下段ってあるんですけど、これが号数分かれてて、32号、33号になるんですけど、今回はもう全く同じ作業なんで一緒にやります。2つ。まあすごい簡単ですね、今日は。型紙、コピーした型紙を革に移して、レザー鋼と磨き剤、ヘリを落として、そのヘリを磨いて終了っていう流れになります、今日は。はい、では作っていきます。できました。はい、2つできました。できました。レザーコートですね。これでしばらく乾かします。はい、次は磨き剤塗っていきます。できました。あとはちょっと乾かします。乾いたんでヘリを落とします。は次はヤスリで、紙ヤスリできれいにします。できました。次は最後にヘリを磨き剤で磨いて終わりです。
2つともできました。今日はこれで終了になります。お疲れ様です。それにしても2つとも全然違う感じになってるね。ほら、これ皮の違いなのかな。自分で飼うときはいい皮と悪い皮の見極めもできるようになりたいね。全然違う。